はい、それではですね、80-200のね、28同士のレンズの清掃したいと思うんですけど、もうでもすでにですね、一辺バラしてます。もうこんなね、レンズをまともな値段で買えるわけないんですよ。実はこれね、ジャンク品で買いましてね、まあこのフードもそうですけど、これはね、互換品ってやつですね。ね。バッタモンと言いますかね、互換品です。で、ここについてるね、三脚足も、これもね、実は、純正品じゃないんですよ。をつけてます。でそして、レンズもですね、前玉が一部欠けてますっていうね、白物なんですよ、実は。この辺ですね、この端っこ。ちょっとピントが合うかな。ね、この端っこれ。映りには直接影響しないので、このまま良しとしてね、使ってます。こういう感じでレンズかけてます。これはね、もともとかけてたんですよ。買った時には。まあ、ジャンクレンズですのでね。まあ、しゃあないかなと思って。で、この辺の、まあ、コーティングが剥がれてるわけではないので、まあ、使えんことないかなと思ってね、使ってます。で、今はですね、こちらのビスを外してます。前の、要はこのピントのね、この窓がありますよね。この窓のある、ここの、部分が外れますのでね。こうビスが3発いますね。後ろとね、3発いるので、それを外すと、いきなりね、これが外れます。キュッ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 ってすると、はい、外れますね。で、この一番上のカバーのところに、一つね、一番前の前玉を押さえるリングがあるので、これはちょっとね、覚えとってもらって。まあ、誰かこういう風にね、バラす人がいたらと思ってね、こういう動画を作ってます。リングがありますので、これで一応ね、前玉を押さえてるんですけど、もう一緒に外れます。こういう感じ。で、外れて要注意は、このピロンピロン見えますかね、これね。縁にちょっとね、金の、なんかスペーサーみたいなのがあるんですよね。これ落としてしまったら最悪なんで、この位置に収まってるようにちょっとね、置いたまま気をつけて分解しましょう。で、今回はね、前玉だけなんで、ここですね。これを回します。で、今これをね、外した状態で一番前の玉はね、実は抜けるんですよ。で、私はこう分解一遍したんで抜けるんですけど、ここの一応リングに、ボンドで貼り付けてあります。で、見えるかな？一応ここにね、爪引っ掛けるとこあるんで、これでね、回します。まあ、初めは硬いですのでね、仮目回しで回してもらうんですけど、結構気合入れて回さんとあかんので、もう私は一遍バラしてるからね、こんな感じでバレます。で、ちょっと今回ね、玉がでかいので、私ね、手袋をつけてやろうかなと思って。指紋がつく範囲が大きいので、ちょっと鬱陶しいなと思ってね。どれにしようかな。左手だけにしましょうかね。こういう感じで。手袋しましょう。で、ちっちゃいレンズやったらね、ポッと受けやすいんですけど、玉が大きいのでね、受けにくいんですよね。で、こういう感じでね。もう前玉回りますので。で、今は前玉の一番前。と、2枚目を一緒に回してます。この2枚が一応ね、合体してるんですよね。で、回すと、取れます。取れましたね。これがね、1枚目と2枚目がこういう風に合体してます。でね、この2枚目の横にもね、こういう風にスペーサーがおるので、要注意ですね。こういうのね。いるのです。要注意。落とさんように。これで距離合わせてるところがあると思うんで。で、この前玉は、実はね、これ抜けるんですよ。こう、はまってるだけ。はまってるだけなんですよ。はじめはこのリングに粘着されてるんで、エタノールを流し込んでね、もう水の中とかでこう、ガチャ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 しょったら、やっと抜けたんですよ、私は。で、流し込んで、抜けるんですけども、私一遍抜いてますのでね、多分こう振ったら、出ました。こういう感じで、一番の前玉、一番前の玉と、もうね、二番目の玉が抜けます。で、二番目ちょっと置いときまして、一番目のね、
玉。これが今回私が買ったジャンクレンズで、これ見てください。この欠け。ももくそ欠けとるでしょ、これ。びっくりするでしょ、これ。こんなことなってるんですよ。でこういうのを、今回ね、買いました。使うのはおそらくこの中心だけやなんで、まあ使えんことないかなと思ってね。でレンズ自体はちゃんと生きてますので、でこのままね、使おうかなと思ってます。で、今回バラしたのはね、前玉に吹きムラがあったんですよ。あ、ちょっとわからなかったな。結構すごい吹きムラがあったので、ね、外してみたんやけど、ここはこの辺なんですけどね。で、今回フィルターをね、新しく買ったので、その前にちょっとまあ清掃しようかなと思ってね、外しました。で、何回も言いますけど、今回この手袋してるのは、玉がでかいからですね、指紋がつく範囲がでかいので、やっぱちょっと気になったのでね、つけてます。体操ですけど、まあこれあった方がいいかなと思って。2枚目はこのね、リングと一緒にひっついております。これもまあ多分、エタノールに沈めたら抜けるんでしょうけど、この辺も清掃したいと思います。で、本当はね、この奥、で、このね、中玉の中に見えますよね、チリみたいな。チリとゴミ。結構大きいゴミなんですけど、やっぱりね、ズームレンズっていうのは、間から空気入ったりするんで、ホコリはやっぱ入るんですよね。で、これ結構古いレンズなんで、やっぱりレンズの中にはね、こういう風にゴミが入ってるんで、これも撮りたいなと思いながらね、今回バラしてみたんですよ。で、買った時にバラした時はここまで行ってないんですけど、行けたらいいなぁと思いながら今ちょっとバラしてみたとこですね。ね、誠に申し訳ないんですけど、やめます。ちょっと怖くなってきましたね。これ、ピントリングの中のね、レンズなんですよ。ピントリングを動かしたら動くレンズなんで、そのピントを固定しながらね、ピントリングをグッと固定しながら、レンズを回す必要があるので、なかなか難易度がちょっと高いですね。で、まだちょっと挑戦するには、まだちょっと使えるレンズなんでね、ちょっとこのまま使っていこうかなと思います。ちょっとビビりましたね、さすがに。どこに吹きムラやったかな？なんかね、この辺にね、吹きムラがあったんですけどね。どこ行ったかな？わからんようになりましたね。まあ一回拭いてからもっぺん戻しましょう。レンズの中に入れたらね、結構わかりやすいんですよね。中は暗いから、スッと出てくるんですよ。難しいですね。大きいから玉が。あんまり喋るのも良くないんでしょうけどね。まあでも周辺は別に大丈夫かな。そこまで気にせんでも。まあだいぶ綺麗になりましたね。これで裏側も行きたいんですけど。やっぱこう手袋しつつもやっぱり湿気がこう出ますね。やっぱりね。こういう感じで。ね、湿気が出ますね。大体行ったかな。こうすごいでしょ、この欠けね。めっちゃ目立つけど。まあこういう感じですね。復旧しますか。あとはブロワーで飛ばしながらね、復旧しましょう。この前玉ははめるだけなんで、フィルターをつける要領でね。そーっと。入りました。まあまあね。言い出したらきりないですけど、だいたい行きましたね。ちょっと背景が白いからね、分かりにくいですけど、まあ、これで分かるかな。だいたい眠らなく行ったかなと思うんですけどね。まあこれで、よしとしましょうか。で、当然ですけどね、レンズ自体は完全に抜けてますのでね、描写は問題ないかなと思います。少々のほこりは、よしとして、このね、スペーサーがあるんで、これが注意ですけどね。どこに入るんや、これ。で、これで、こういう時にやっぱりね、手袋してなかったらね、もう指紋だらけになるんで、なんか真ん中に点が残ってるような気がしますけど、あれちゃうんかな、光の加減かな。なんか残ってますけどね。まあいいか。とりあえず行きましょう。このサイズになってきたら、やっぱこのノギスは必須ですね。ノギスみんな買った方がいいと思いますよ。あんまりきつく。よいしょ。締めないで。これぐらいにしといて。で、あとはこれを入れて終わりですね。これでもフィルターつけて、とりあえず清掃はよしとしますか。
で、あとはね、前のリングの3点ビス止めたら一応完了。はい、これで一応完了ですね。なんか残ってるな、あれ、あれ、さっきのとこですね。中玉の、ちょっと中の方に入ってますね。一個、カビが残ってますので、まあ、ええか。で、こういう感じで一応前玉だけはね、清掃終わりましたので、あとは今日はね、フィルターが届いたやつをつけましょう。今回買ったフィルターはこれなんですけどね。どこのです、やつですかみたいな感じなんですけどね。すごい安いんですよ。まあ、すぐ割れるかもしれへんけど、このフィルターにね、こういう金の縁が入ってましてね、ニッコールらしいなと思ったので、これを使おうと。まあ、新品ですから綺麗ですよ。もしかしたら収差があるかもしれんけど、安もんやからね。なんぼやから1200円くらいでしたね。つけましょう。はい、フィルターもつき終わりました。ね、こういう感じで。で、さっきの言ってた金の縁のね、ちょっと色は違うっていうね、これ。このオチ。ニコンの金はこれですわ。で、これは金というか、ちょっと黄土色っぽいですね。ちょっと色がちゃうかったね。一応こういう感じでつきました。もうこれでいきましょうかね。で、それと、あとはね、この時代のレンズの特徴ですね。泣き。レンズの泣きっていうのがあるんですよね。それはフォーカスを合わせるときに、キーキー音がするという。で、こいつもちょっとね、泣いてるんですよ。なるかな？やってみましょうか。いきまーす。あ、今聞こえましたね。動かし始めの時にはね、鳴るんですよ。で、ちょっと動かしてると鳴らなくなってくるので、今の結構貴重ですね。いきましょう。もう一ちょっと。しょっぱな動かし始めの1回、2回がね、すごくよく鳴くんやけど、もうなくなりましたね。となってるけどね。もうなくなりましたね。もうなくなりましたね。こういう感じで使っていくとなくなるんですけど、またちょっとまあほっとくとね、泣きが出てくるんですよ。という感じで今日はね、この8200の28同士のレンズが実はね、ジャンク品というか難あり品でしてね、割れがあったりとか、カビがたくさんあったりとかするんですけど、こういう風に整備して、なんとかね、使えるような状態で頑張ってますというね、方法でございます。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。